あ、どうもクソゲー愛好家の皆さん、こんにちは。なんだかんだね、僕のことを言ってた人たちもね、まだやってるんですかね。まだ僕はやってますよ。限定キャラガチャに登場。うるさいですね、なんか。限定キャラ100億ドル武器が近日登場予定。武器ガチャからは近いのチューン。あ、ごめん、時間ないんでこれ早くしないとね。100億トライドル、よくわかんないけど双剣でしょ。あのね、クロスセーバー、あの強化されるかもしれませんけど、基本的に飛行、基本的にアンドロイドの人間は双剣って大体やばいんでね、アンドロイド向けじゃないんですよ。だから微妙なんですよね。あ、データダウンロードはもう来ます。キャッシュクリアしちゃったんでね、必ず来ますよ。だから金がどれくらいいるかですね。1,2,3,4、はい。だからね、結局双剣強くっても、まあ、どれくらい強いかなんだけどさ、死んじゃうんだよね、アンドロイドで双剣やっても。だからバリア2枚で即死回避があるみたいな、そういうキャラじゃないとね、結局当たりにならないんですよね。まあむちゃくちゃぶっ壊れてれば話は別ですけどね。ただあんまね、突出してぶっ壊れてるとゲームとしてね、どうなんだって。しゅ、引くぞ次。そう、あんまね、そう、間に合わないんですよ。エンコードの時間もあるんでね。金どれくらいいたかな。これ飛ばせるん、飛ばすとどうなんだっけ。ニューキャラだけ、ニューキャラだけ、止まって出てくるのか。あ、誰、これ剣だっけ。よろしくお願いします。あ、ちょっと待って、全然僕下調べしてない。今回追加されるって斧と弓と、あ、違うわ。あ、フォースターだ、こいつら外れだ。露骨に言っちゃってるんだけど、あ、じゃあ、まあ、ちょっと待って、ごめん、わかんない、俺キャラがわかんねえぞ。来てるけど、どれが、あ、ちょ、え、入れ替えだから、ちょっと待って、入れ替えさ、わかんない。ティナなの。いけます。100億の少女。あ、ちょっと引いたんだけど、これあれだろ。グレム、それが私の名前のはず。へえ、はい、ありがとうございました。